香港メディアなどによりますと、中国の著名なコラムニストの加賀さんは、15日、香港に行くため北京空港に向かったのを最後に行方がわからなくなっていました。加賀さんの弁護士が香港メディアに明かした内容によりますと、加賀さんは北京空港のターミナル内で事件に関わった疑いがあるとして、北京市の警察当局に拘束されたということですが、具体的な事件の内容は明らかになっていません。 一部のメディアは全人代の開幕直前に中国国内のニュースサイトに州主席を批判する公開書簡が掲載された事件との関連を指摘していますが弁護士は香港メディアに何もわからないと答えています。